こんにちは、プロドリフチャンネルです。可愛いミニバラが咲いています。時々聞かれるのが、このミニバラは庭に植えられますか、植えられませんか、というようなことを聞かれます。実はミニバラは種類によっては庭に植えることができるものとできないものがあります。しっかりと品種とラベルをチェックして、それから庭に植える、鉢で楽しむということをしてください。なぜミニバラ庭に植えられないものがあるかというと、草丈があまり伸びないので、庭に植えてしまうと雨等々で泥跳ねをしてしまって、せっかくの葉っぱがドロドロになってしまって、病気になりやすくなってしまうというようなタイプもあるからです。鉢だったら大丈夫ですが、小さく育つ種類のミニバラは庭には植えないようにしてください。ミニバラ自身というのは丈夫ですが、決してその種類に応じてということなので、赤だからピンクだからということのないようにしてください。お日様大好きですから、よく日の当たるところで管理をします。水は乾いたら、肥料は次々と花が咲いてくれるので、環境性の肥料や水溶性の肥料を定期的にやって、切って2回3回と1年で咲かせて楽しんでみてはいかがでしょうか。